最強をこじらせたレベルカンスト県聖女、ベアトリーチェの弱点その名は、ブーブーは、電撃文庫より刊行された、鎌池一馬のライトノベル。イラストは、新場屋。担当編集者は、三木、小野寺、阿南、中島、岸上、三次、山本。やけにゲームライクなシステムの異世界、グランズニールで最強の座に上り詰めた、県聖女ベアトリーチェと、彼女と結婚の誓いを交わしたという伝説の男、ブーブー中心に巻き起こる、ドタバタ異世界交流を描いたファンタジー。現実世界から異世界グランズニールへ、人間が自由に行き来できるようになった時代。グランズニールで得た、経験値をもとに、魔法を習得し、そうした未知の技術をデータ化したピースを現実世界へ持ち帰ることで技術開発にブレイクスルーが促されるようになった。こうした背景から各国の政府や企業は超高額な契約料をかけてネット上に登録された未知の技術データピースを砂取っており政治闘争や開発競争に熾烈さが増している。異界をまたいで訪れたグランズニールへの来訪者。生まれ持っての力を持たない反面、魔法を習得できる唯一の存在。現実世界とグランズニールの環境の際に適応できないため永住はできない。ゲートからサイン及びサインアウトしてグランズニールへ訪れ、経験値、稼ぎのために迷宮、探索をする。人間たちの間で殺生が許されるのは魂のないギミックのみであり、動植物の採取さえ、アジンに委託もしくは同行しなければならないという取り決めがなされている。グランズニールの住人であり様々な種族が存在する。人語を介する。種族ごとに先天的なスキルを一つ有する反面、それ以外の成長の伸びしろはなく、魔法の行使もできない。ありがとうございます。